2012年ロンドン五輪でのフェアリージャパン2012年ロンドン五輪でのフェアリージャパン新体操日本代表は日本体操協会により編成される新体操の日本ナショナル選抜チームである。愛称はフェアリージャパンで公式スポンサーであるポーラの社名を入れてフェアリージャパンポーラと表記することもある。団体競技だけではなく個人競技の選手もいる。毎年トライアウトを開催し、 新たな代表候補を発掘している。また、現在代表入りしているメンバーも、トライアウトを受け改めて、代表入りする必要がある。体操指導人美容コーチメンタルコーチバレーコーチ、体操指導人、ポーラ美容コーチ2018年から2017年から2016年、以上リオデジャネイロ五輪新体操日本、代表団体メンバー2015年、A メンバー B メンバー、 新体操団体競技日本代表のもので、フェアリージャパン以前も含む団体総合でのメダルは1975年、大会以来42年振りの開挙。メダル3個獲得は史上初の開挙。当時競合ソレニアブルガリアがボイコットした1975年、大会以来44年ぶりに過去最高に並ぶ銀メダルを獲得団体での金メダルは初の開挙。 出場メンバー、杉本さひろり、松原理恵、鈴木あゆみけ、竹中ななみ、稲切りサ出場メンバー、杉本さひろり、松原理恵、のし、谷桜、鈴木あゆみけ、竹中ななみ大岩千未来89.075点、北順林85.050点2006年2007年2008年2009年。ありがとうございます。